はいどうもこんにちは、カジマックです。いや早いものでもう今日いっぱいで2022年4月、アマゾンタイムセール祭りもおしまい。皆さん買い物されました？何かお買い忘れないですか？っていうかエントリー忘れてませんか？この期間中1万以上の買い物がなければ特に問題ないんですけど、振り返ってみれば1万円超えてたわっていう方、よかったら今からでも間に合います。エントリーボタンをポチ、これを忘れないように。ということで僕は前回お話ししたアマゾンタイムセール祭りで買ったもの、あれから買ったものは増えてないんで、ドーン届いたもの全部今回開けていきたいと思います。ということで2022年4月、アマゾンタイムセール祭りで買ったもの全部開封スタート。まずはこれ、この小さい箱から開けてみます。なんかちょっとチャプチャプ言ってるんで、おそらく、あ、やっぱりクレ工業のフュエルシステムガストリートメント2本入りが入ってました。はい、これもう説明の必要はないですよね。正常効果で燃焼系統をクリーン、エンジン本来の性能を引き出す、そういったガソリン添加剤です。その中でも一番お安いものにはなるんですけど、はい、僕のハスラーちゃん、まだ今年買ったばかりなんで、しばらくはこういうものでいいかと思ってます。あ、いや実際こういうものが必要かどうか、いろんなご意見あるかと思うんですけど、僕はこういうの入れたい方なんで、だいたい給油 2,3 回に一度これを1本入れてます。軽自動車にはこれ1回1本多いっていうご意見もあるかと思いますけど、今のところそんな感じで使ってます。はい、まず一つ目はクレ工業のガストリートメント2本入り、これが出てきました。で次、もうあとはこの大きな箱、これ一つでおしまいです。中身はガサッと入ってるんで一つずつ出していきます。まずはこれ、ジレットプロシールド、アマゾン限定モデルが入ってました。パッケージはこんな感じ。はい、これ極薄5枚刃。今まで僕は4枚刃使ってたんで、いや、これちょっと楽しみなんですよ。中身はこんな感じ。あ、めちゃめちゃシンプルですね。で、これが本体。あ、こういう風に横に動く感じですかね。はい、これ前回の動画でもお話ししたんですけど、電動タイプのものも出てます。でも僕は電池交換めんどくさそうだったんで、とりあえずマニュアルタイプのものを購入しました。で、そうそう、前回の動画でヒゲの永久脱毛したいというお話ししたんですけど、どうやら僕が考えてるように簡単に数ヶ月で終わるものではないみたいで、はい、これ買えば3枚なんで約3ヶ月分、これでは全然足りないし、永久脱毛終わっても全く生えないわけではないみたいですね。はい、そのあたり僕全然わかってなかったんで、とりあえず今回このジレットの5枚刃使っていきたいと思ってます。で、それ用に、はい、これニベアメンシェービングホームスムース、この3本セットを買いました。おまけで、はい、こういう旅行なんかに便利そうな小さいものもついてきました。はい、これから使っていきたいと思います。で、次、この前ご紹介した安眠ヘルプ、これもほんと何度もお話ししてる通り、聞いてるのか聞いてないのか僕にはよくわかりませんけど、今のところ飲んだ日は結構ぐっすり眠れてるような気がするんで、はい、例えば昨日とかミースマートバンド6で計測したその結果、睡眠の質は良くなったりしてるんで、プラシーボ効果の可能性も全くないとは言えませんけど、とにかく僕はちょっと気に入ってるんで、もうしばらく使ってみたいと思います。で、次、これギターの弦、アリアのエクストラライト。はい、こういう弦を買いました。この前フォークギター買ったんですけど、あんまりフォークギター弾いてこなかったんで、ちょっとそのままだと弦が太すぎてうまく弾けませんでした。なんでこれちょっと細めの弦に変えて、またこれから練習してみたいと思います。これもまたよかったら動画にしようと思ってます。で、次、これプロテイン買いました。はい、そう、この前もお話しした通り、今一応ジム通いしていて、まだ1週間程度ではありますけど、サボらずに続いてます。はい、今日もこの撮影が終わった後行ってきたいと思ってるんですけど、この一袋で50食分、1日2回が目安なんで、あ、1ヶ月は持たないんですね。あ、どうせなら1ヶ月分ぐらい欲しかったところ、スプーン3杯を水または牛乳で溶かした後速やかにお飲みくださいということで、そのために、あ、これ他社のものにはなるんですけど、シェーカーも買いました。あ、ちょっとシェーカーを開けてみると、はい、こんな感じ。この蓋締め切った時に最後クリック感があって、わかります？
開けて閉めていって最後にこれこのクリック感があることできっちり密閉されてこぼれにくいということを、ちょっと試してみます。はい、お水入れてきました。これで蓋を閉めて最後にカチッとクリック感のある最後の最後までしっかり閉めて、振っても大丈夫かな？はい、どうでしょうか。しっかり密閉されてこぼれなくなりました。やっぱりさすが専用モデル、ちゃんとした作りですね。いや、これは買ってよかったと思うんですけど、実は前回の動画の説明欄でプロテインシェーカーダイソーさんでも売ってますよって教えていただいて、昨日見に行ったところ、はい、これダイソーさんでも売ってました。こっちは送料税込み495円、これは100円ショップダイソーさんで税込み110円です。確かに見た目や、触った感じチープさは否めませんけど、いや、これこっちでもよかったかもしれない。あ、いや、でもせっかく買ったんでこれからこっち使っていきたいと思います。うちの奥さん用も買ったんで2つ今回購入しました。で、最後にこれまだ本体買ってないのに気が早いですよね。今回のポイントアップキャンペーンを適用して iPad mini 第6世代のガラスフィルムを購入しました。お値段税込み390円。いや、めっちゃ安いっすよね。で、思った以上に指滑りも防指紋効果も高かったんで、いや、これはなくなる前に一つ買っておこうと思いました。で、その iPad mini、 長らく僕は iPad mini 第5世代を iPadOS 13のまま旧型 iMovie 使ってたんですけど、実はここ最近結構その iMovie でも音声波形のバグが出ちゃってたんで、ここ数週間の動画は全部 iPad mini 第6世代で作ってました。で、その結果、はい、また今度ドナドナ動画作る予定ですけど、 iPad mini 第5世代とうとう手放しました。うちの奥さんの妹にあたる、まあ、僕にとっても妹なんですけど、その妹が使ってた iPad mini 第1世代だったみたいで、もう使いたいアプリアップデートできなくなったらしくてちょっと困ってたんで、今まで僕が使ってた iPad mini 第5世代それを譲ることにしました。いや、もうほんと iPad mini 第5世代めちゃめちゃお世話になったし感謝しかないんですけど、これからは、正直あんまりまだいいイメージも使い勝手の良さも感じてませんけど、 iPad mini 第6世代付き合っていきたいと思っていて、となるともう一台やっぱりサブが必要になってくると思うんで、今回その前もっての用意としてガラスフィルムを購入しました。ということで、今回購入した商品は以上。2022年4月 Amazon タイムセール祭り、購入した総合計金額は 16,653円。これ 6% 還元とすると639ポイントゲットで、このあたりね、スポーツ用品になるのかどうかそれ次第でちょっとパーセンテージ変わってくると思うんですけど、はい、そう、特に今回スポーツ、フィットネス、アウトドア、フィッシング用品、このあたりさらにプラス 4% なんで、何かまとめて買い物ある方、はい、もう今日いっぱいあと数時間しかありません。急いで必要なものチェック、お買い物を忘れないように。で、今回ご紹介した商品説明欄にリンク貼っときますんで、よかったらチェックしてみてください。で、前回もお話しした Amazon の Kindle Unlimited 2ヶ月99円、はい、これ早速僕ポチッとして始めてます。いや、やっぱり Kindle Unlimited のある生活充実度増しますよね。もしも対象アカウントの方いらっしゃいましたら、これ2ヶ月99円は本当破格なんで、よかったら説明欄にリンク貼っておきます。そちらをポチッとして対象アカウントかどうかチェックしてみてください。で、よくあるのが、これ99円で契約しても自動更新でいつの間にか通常料金で支払っちゃってるかもしれないっていう不安、これね、 Amazon さんには申し訳ないですけど、一度99円ポチッとして、その後メンバーシップの購読、これを即解除すれば2ヶ月間いっぱいいっぱい使えて、その後自動的に更新は切られます。で、仮にそれをしなくても、確かちゃんと通知も来たんで、そのあたりは結構 Amazon さんちゃんとされてますんで、よかったら Kindle Unlimited 2ヶ月99円ぜひチェックしてみてください。で、もう一つお話ししていた Amazon Audible、 これも2ヶ月無料やってますんで、僕は今回これもちょっと使ってみて、またしばらく経ったら一本動画作ってみようかと思ってます。こちらもよかったら、まだ経験されてない方、そうそう、言ってる間にもうゴールデンウィークも始まります。こういった無料のサービス、無料のうちに体験して自分に合うのか合わないのか試してみるのもいいかもしれません。このオーディブルは
2ヶ月間無料で、無料本もたくさんあるんで、ほんとお試しにはいいかと思ってます。よかったらこれも説明欄にリンク貼っときますんで、ぜひチェックしてみてください。ということで2022年4月、Amazon タイムセール祭りで買ったもの、結構地味なものばっかりなんですけど、実用的で現実的なもの、今回これでポイントゲットできました。くれぐれもお買い忘れないようにお気をつけください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマークでした。